はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はこちら愛知県の豊田市に来ておりまして、とあるねチャレンジメニューに挑みに来ました。今回ね挑みに来たお店さんがですね、ピザ時豊田店さんという店頭にね5分で完食すると無料と目の引くね看板がある YouTube では有名なお店さんでございます。何がね有名かと言いますと、早食いのチャレンジメニューがあると。 YouTube をねご覧になってる皆さんだったら知ってる方も多いと思うんですが、店頭にもあるようにどでかいピザですね、これを1枚5分で完食すると無料になるチャレンジがあります。でそれ以外にもですね、ピザ3枚を30分で食べきれると無料というチャレンジがありまして、今回僕はもちろんピザ3枚の方を挑ませていただきたいと思います。でこれがねちょっと他の方の動画を見る限りめちゃくちゃ大変そう。今回ですね挑ませていただくチャレンジメニューの内容がマックスチャレンジということで、3枚を30分で食べきったら無料、達成者には賞金1万円と。でもちろんですねピザという食べにくい食材ではあるんですが、それ以上に早食いチャレンジということで、完成してね提供されて熱々の状態で挑まなければいけないので、今回ですね火傷防止等の措置のためにしっかりとお冷や取りながら、チャレンジに挑むかと思います。それ以外にもですねやっぱ暑いので汗かいたりとか、どうしても、ね、ちょっと鼻が出てしまったりとかね、いろいろと僕自身お見苦しい姿を見せてしまうかもしれませんが、そのあたりはですね本日あらかじめご了承いただき動画ご視聴いただければと思います。ということで、このあたりで説明は終わりとしましてですね、すでに本日いただくメニューは作っていただいておりますので、提供されるまでもう少々待ちたいと思います。めちゃくちゃ緊張してる。はい、お願いします、はい、それでは用意スタート。いただきます、はい、よいしょ。はい、いただきます。ということで、今回のねチャレンジメニュー、早速ですが始めさせていただきますね。よいしょ。まずはこっから行こうか。多分だけどこれがピザ時スペシャルかな。熱っ、熱っ、うまっめっちゃうまい。うん、生地もちもちだわ。うん、オッケー。
続いてこれ照り焼きかな。うまThank you.
したらこれラストですね。福もちピザ、かつお節かかってる、和風系ですね多分。うまいけどやばい、もちがすごいわ。
ごちそうさまでした。わあ。おめでとうございます。ありがとうございます。暑い。ということでですね、本日のチャレンジ結果としては残り時間が13分と7秒ということで16分と53秒ですね。でなんとか完食させていただきました。改めてごちそうさまでした。今回のチャレンジと改めて振り返りまして、美味しかったけどこのチャレンジの難易度がすごいですね。見てわかる通りですね、生地はクリスピーみたいに薄い生地ではなく、ハンドトスのようなねもちもちとした厚切りのピザですので、普通に食べる分にはこのもちもち感でその溶けたチーズとか最高にうまいと思うんですけど、チャレンジでしかもこの早食い要素を含んだチャレンジになるとこのピザはねやばいです、もしね仮にこのピザの3枚チャレンジ挑戦される方がいらっしゃれば、僕らのね動画なんかを参考にしていただいて楽しんでねこのチャレンジ挑んでいただければと思います。ただですねやっぱり早食い要素がどうしても入ってきますので、あまりね無理して誤飲等がないように、お気をつけください。もうあくまでですね僕らは特別な訓練を経た上でやっておりますので、皆さんは絶対に無理せずに。それ以外にもですね、もちろんここのピザ本当に美味しいのでデリバリーもやってるそうですし、こういった、イートインもできますので、気になった方はですねぜひこちらのピザ食べに来てみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらを合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。